オコンネル橋は、ダブリンのリフィーに架か,かる道路橋であり、オコンネルストリート、ドリアストリート、ウェストモアランドストリートを呼び、サウス埠頭を結んでいる。南側から北側への眺め、バックに先頭が移る、最初の橋は、ジェームズ・ガンドンによって設計され、1791年から1794年にかけて建設された。もともとがあり、狭かったカーライル橋は、 対照的で、三つの対象なアーチが花崗岩で、組み立てられ、ポーランド石の手すりコやオベリスクが四つの角についていた。中央スパン先端の金目石は、リフィー川を象徴し、他のアイルランドの川を象徴する、カスタムハウスに似ている。1860年以来、街灯の景観を改善し、橋の上の交通渋滞をなくすため、橋の北側に接続する。 サックビルストリートと同じ幅70メートルにカーライル橋を拡張することが意図された。1877年から1880年にかけて橋は改修され、スパンはリフィーの現在の45メートル、幅約50メートルとなった。橋が再び開通した1882年頃、橋はダニエル・オコンネルにちなんで解明され、彼の名誉ある銅像が作られた。 近年、中央分離帯を飾っていたランプは5つのランタンに戻された。2004年、いたずらでファザーパッドノイズに捧げられた端に飾り板をつけた。これは2006年5月まで気づかれず、2013年4月時点でまだそこにある。ありがとうございます。